ちは。はい、どうもこんにちは。こんにちは。ハローです。メテです。マシです。今日皆さんに集まってもらったのはお金もありません。はい。ゾンビはすぐそこまで来てます。マジで？え、今も？はい。マジで？はい。ゾンビはすぐそこまで来てるから。はあ。アメリカで流行ってる薬。この薬を飲むと、ゾンビになるって言われてるんだよね。おお。え、マジで？その価格なんと350円。誰でもゾンビになる時代が来たんだよね。え、アメリカでそれは実際売ってるんですか？売ってるんだよね。え、でもそれは誰か飲んでるんですか？実際にこれを飲んでしまうと、例えば銃で頭を撃ち抜かれないと、暴れ続けちゃう。あ、本当に？え、実際の例とかあるんですか？実際にあります。あります。マジっすか？はい、はい、君の今隣にいる人がゾンビになる世界がやってきます。ゾンビが蔓延する世界になった時に生き残る方法をね、伝授していきたいと思います。一回サムネみんなこれやっときます。はい、せーの。はいというわけで、はい、まあ、これフリップに書いてもらうのは、はい、朝起きて、うん、世界がゾンビまみれになってた時に、うん、じゃあまず行動何するべきか、うん、まず私なんですが、うん、こちらです。はい、じゃん。立体駐車場付きホームセンターかっこ肉体に自信のあるものに限るなんですけど、うん、もう具体的ですね。はい、ホームセンターっていうのはあるとあらゆるものが揃ってるんですよ。まず武器になるもの、防御するためのもの、うん、あと保存食なんかもあるんだけど、うん、はい、それどこでもいいってわけじゃなくて、ホームセンターって大体全部1階建てなんだよね。あるとあらゆる出口からゾンビ入る可能性があるんで、立体駐車場付きであればゾンビが入ってくるエリアっていうのは限られてるんで、そこをあらかじめ封鎖しておけば、うん、隠れて高い。ただなんで肉体的に自信のある人に限るっていうのは、ゾンビ好きなのに一番の敵って実はゾンビじゃなくて人間、うん、なので肉体に自信があったものが、うん、そこでまず制圧するために能力が必要なので肉体に自信があるもの、基本的にそうですね、カポエラ3段以上の人じゃないとダメです。カポエラ限定？はい、僕これですね、もうこれ特化です。食料確保。はい、あー、結構いっちゃうか。え、はいはい、こんな、これ、なんすか。あ、これ、関さんです。関さん、ミスター都市伝説。はい、関さんすぐ死にますよ、かばって。なんだよね、かばって。いや、これ甘いと思うじゃないですか。甘い、はい、甘いと思うじゃないですか。ただ、もう、僕は体力にもそんな自信ないです。うん、だからもう、ひたすら確保して、うん、もう誰にも見つかんない場所で、うん、もう、こそこそ生きる選択肢を選ぶ。なるほどね、そういうこと。野外、野外です。野外、なるほど。野外です、僕は。いや、欠点だらけですね、お二人とも。誰ですか？うん、これは警察署へ行ける。はこれは必須です。もう食料を先に取られようが、はい、結局は武力がものを言うんです。はい、つまり警察署へ行けというのは銃です。日本における銃が唯一存在する場所、警察署なんです。まず食料、住処、水、すべて奪うにももう銃は必要なんです。対ゾンビ、対 BOW に対しても必須です。警察署をまずは巡回してください。いろんな警察署、扉の開け方間違えたら天井降りてくるで。いやいや、バイオハザードじゃないですか。ショットガン外したら落ちてくるぜ。いや、だからそれバイオハザードでしょ。まあ、だからじゃあ1週間後ですね。1週間生き残りました、はい、どうしますか。はい、なるほど。とりあえずこちらでございます。陽気な黒人と出会い。ちょっと待って待って待って、映画かドラマの展開、はい、陽気な黒人は死にません。え、原宿に立ってる人とか。あ、もう死にません。死なないのあれ。はい、肉体はそもそも強いプラス、まあ、そうですね、コミュニケーション能力が高いんですね、うんうん、まあ、守ってくれますし、うん、能動的に動きますし、うん、何より場が明るくなります。うんうん、争いが起きなくなりますね。うんうん、ヒップホップ感覚でゾンビ殺すわけですよ。うん、ドレッドドレッドバッチャ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 ッ。映画作ってる人。僕はあれですよ、もう逆転の発想と言ってもいいですよ。うん、はい、身を委ねる。誰に？いや、もうゾンビに。ゾンビイコール楽しくないと思ってるじゃないですか。いや、もう危ないですよ。うん、逆ですよ。いや、じゃあこの企画いらねえだろ。逆にそっちも面白いんじゃないっていう提案です。あ、ゾンビ側になるんだ。なるっていう、だから今までないじゃないですか、ゾンビ側。はい、はい、最初じゃあ食料集めんだよ。いや、だから最初、人間の思い出も楽しんだ上で、あえてゾンビになろう。噛まれに行くっていうことです。そう、噛まれに行っちゃいます。死にましたから。死にましたよね。この時点でだからもう終わりですよね。終わりですね、はい。じゃあマジさん脱落ですか。脱落ですね。脱落なの。はい、いや、だってもう噛まれたんですもん。はい、はい、1週間後、まずここの段階でやらなきゃいけないこと、これは技術者の確保です。お金じゃありません。食料でも水でもありません。人員、技術者、手に職があるものがこれから生き残っていく上で重要なファクターとなります。で、ここで言う技術者というのは陽気な黒人の技術者。いやいやいや、まあそれであっ
全然いいんですけど、弾丸の製造ができる技術者、あとは新たな武器なり通信システムなり、防衛システムを構築できる、技術者、で1ヶ月後1ヶ月後ですか。じゃあ僕はじゃ あの矛盾をつきますわ。うん、矛盾をついてください、はい、せーのダーン。タレットを作る。え、これさっきの陽気な黒人が作ったんですか、これ。そうです。あ、陽気な黒人技術者。技術ねえから、ちょっと待って、ちょっと待って。すごい、すごいですね。いやいや、リオくんじゃないですか。自動でゾンビを倒してくれる、敵を殺してくれる機械っていうのが必要になってくるんで。必要ですね。はい、タレットを作る。タレットの横に寝ていれば安心なんで。安心ですね。確かに夜中襲うっていうのはやっぱゾンビの気持ちですか。ゾンビ、そうです。はい、ゾンビの気持ちですから。はい、メジャーさんは。私にはちゃんと根拠がありました。マルコさんはちょっとふわっとしてましたけど、陽気な黒人というファクターで、俺は先に1週間の間に技術者を集めていったんですよ。弾丸製造、技術、板金加工、すべてできる人を揃えてるので、まあ完璧にタレットを用意できます。やることは陽気な黒人とほぼみんな技術者なんで。いやいや、そんなことないでしょ。服無理やり売る人とかでしょ、ケバブとか。じゃあ次1年後はい、1年後ドゥーン。陸の孤島的な感じのとこで、うん、サンクチュアリを作る、うん、1年経ってたら生き残った人間ってもう屈強なんですよ、うん、でみんなお互いを信じません、はい、他のコミュニティの人間は敵とみなされると思うんですよ、うん、殺し合いを経てるんで、うん、なので生き残った人間が一番敵です。自分たちのコミュニティの中で一個ちっちゃい国を作ります、はい、でなおかつサンクチュアリ内で技術者を集めて歯とか歯と口周りを潰して腕も切り取った不甲斐なゾンビを使ってゾンビ兵器を作ります。頭ガスで送り込むようなゾンビ兵器を作ることによって、まあうまいこといけばいいのかなっていう。うまいこといけばいい。防衛装置としてね。防衛装置として、はい、なるほどね。やっぱ防衛に力を入れてくる。防衛に力を入れてます、はい、結局守っていかないと攻められないんで、はい、私は京都に巨大な壁を建設します。あー360度、はい、高い壁で囲まれて上にはタレットを500台設置した城を、要塞を京都に築きました。なるほど、京都なのね。京都諸子台。京都は五番の目城になっていて、そうですね、ゾンビがこう拡散されやすいんですね、はい、敵も攻めづらいんで、はい、門町タレットとかも置けるんで、はい、門町タレット。いや、ありがとうございます。曲がり方でテキテキテキョンっていう、はい、はい、あとは防御壁とかいっぱい築いて、はい、ゲリラ戦もしやすいので、はい、まず京都を確保してください。あと大量の石。ちなみに八王子だったらどこが陸のことなんですか。鬼怒川ですね。いや、前の事務所あったとこなんですか。次何年後なの。10年後。10年後、はい、はいはい、オープン。結婚し、子供まみれ、子供を一流の技術者にする。子供とゾンビを配合し、最強の生物兵器を作る。いや、違う、ドラクエモンスターズみたいになってるから。ゾンビに噛まれても平気な遺伝子を考え始めて、作り始めようっていう実験を始めるんですよ。早い。なるほどなるほど。俺もそこで迷ったんですけど、ちょっと10年後にはそれ早いなと思った。いや、10年後で思い始めるんです。で、作り始める。作れないんですよ。着手発進。着手、着手。なるほど。やべやべやべ、また近いな。俺はですね、1年後に作ったコミュニティを6つに増やします。北海道、埼玉、東京、名古屋、大阪、京都、この主要都市の、はい、壁で囲まれた要塞を全部橋でつなぎます、はい、北海道と名古屋つなげるんです。何を感じてないの。俺ね、世界史やってて日本史やってなくて、はい、地位も取ってなかったんで、はい、分かりました分かりました。ちょっと今苦情出たんで、はい、北海道は独立した一つの国家にしましょう。この中でソーラーでやったり、はい、作物作ったり、うん、それぞれが独立してて、ね、ちゃんと政治的にこう、うん、やり取りもあって、で輸入輸出もあり、独自の通貨もあり、はいはい、で100年後ですか。100年後ですね。100年後ダーン、都市を宇宙へ。え、これ地球です。やっぱりゾンビ系は最後爆発して終わるんですよ、はいはい、だから地球規模で爆発させて地球は終わりです。あ、結局も手に負えなかった、はい、で出てって、はい、宇宙船ですね、はい、火星に行きます。あ、なるほど。技術者を増やしたことによってロケット作れる、はいはい、科学はもう今の技術よりかなり向上してますんで、はい、あ、逆に、はい、逆にピューンって火星行って、はい、そこで火星のとこに着陸して、はい、そこで、まあ、テラフォーマーズのアクルメク戦いが違うの、入ってきちゃうんですよ。戦って勝利を収めてここに住む、はい、でまたその1000年後とかに戻ってくる感じですね。なんか壮大ですね。はい、行きますね。はい、手が出て、手でリエゴー。ちげえわーちげえわ。でかくなってんだもん、ゾンビ。6都市に築いた巨大な壁を越える、はい、超大型アンデッドが現れて、はいはい、再び弱混沌に訪れて、はい、また警察署に行くとこから始まります。落ち、あれ、出版社違うだけだ。
この動画の感想というよりは、はい、なんか他に皆さんのね、そのゾンビが来た時の対処法とかを、めっちゃ長いコメントで書いてくれたらね、それぜひ参考にして、それはいいな、ね、紹介したりとかしたいんでね。結構うまいこと考えれるやついると思うんですよ。いると思うんで、はい、ぜひ自分だったらどういうのかっていうのを、もう800字以上で書いてください、ぜひ。